はい、競りはねまだまだ続いてますけどね。はい、私はこの辺で戻って頑張りたいと思います。週末土曜日です。今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあやるぞ。はい、いい天気ですね今日はね。めっちゃやる気が出るなこれ。はい、お店到着です。はい、伊勢商店さん、平鈴木と島フグが来たのかな。おはよう。おはようございます。よいしょ。おお、はい、また3本もおる。4本おります。4本。いやいや。はい、おはようございます。赤ちゃんおはよう。杉ちゃんおはよう。もっちゃんおはよう。野口くんもおはよう。母ちゃんおはよう。古川さんおはよ
ワードがあります。いいだこ久しぶり。これね、高島さん用。見とっていきます。私はね、人差し指でまずひっくり返して内臓を取る。これだけ。小山さん、もらったよ。ありがとう、青ナマコ。切って帰るね。やっぱりね、青の方が硬いみたい。これもらったけど、私食べるね。薄く切って、それとエコンかなんかね。でも、薄く切ったら全然噛めるよ。これで一品食えました。
小山さん、ありがとうございます。高橋のいちゃん、これ、この前もらったのさ、コモンフグ。何やったっけあれ。フグ。水槽で生かしたの、今日あげてもらった。見て、チキンナゲットみたいな。いただくね。ここまでが前ですね。これはね、今日入ったシマフグの骨、これが美味しい。また全部に同じように振り分けられて、しかも一番手前に大きい方が最後に一番手前に、一番手前にこれまあ大きさが変わるけど、絶対に一番前のこの全体に、うん、おちゃん、おいしいよ。高橋のおちゃん、俺言ってすぐ。高橋のおちゃん、ありがとうございました。おいしい。昨日の、昨日の寒にあれ高橋のおちゃんではない。まあ、秋みたいに一番でっかいやつと一番細いやつを合わすっていうこともできるけど、それは大きさの低いよな。ダメ、みんなの取っちゃう。これは6やからさ、5やったらダメ。こうやったら5の計算でしょ。A だけの取れても、こうなら5で、こういうふうに横に少し斜めのこういうふうにもう5枚だけ並ぶ、横一列に並べるっていう方法。これハートっていう。7ならここにもう1枚 BTS がちょっとこれハートみたいな。その時にはこの1枚ぐらいまんじゅう焼きまんじゅう利休まんじゅうやったらならここに1枚焼きまんじゅう。ではね、今日もお店の商品紹介していきます。今日は12月何の日でしょうかね。今12時、1時半、ちょっと空いてきましたね。コアナゴ、にぎり、丸寿司、だせ巻き、ね、ぼちぼち売れてます。もうお正月用品、ズワイガニ、タラバ、カズノコ。今日もね、ちゆきさん来てくれました。向きがいいです、ね、岩国レンコンをね、今日お土産にね、ちゆきさん持ってきてくれたので、みんなで分けて持って帰ります。ありがとうございます。シマフグ、やっぱり。あ、今日のゲスト小川さんですね。はじめまして、こんにちは。今日はよろしくお願いします。今ね、ちゆきさんの岩国レンコンもらったって話を今してたんです。お礼言って。ありがとうございました。切って帰ります。はい、さよなら。また後で。
です。年長煮付けと年長唐揚げ、カキフライにイカ串、これ生のクジラ、冷凍じゃないです。クジラの竜田揚げ、ほうれん草、白あえ。あ、こんにちは、はじめまして。今日もよろしくお願いします。またちょっとあの最近ちょっともぐもぐタイムを減らしてこういう茶番劇をしていこうかなっていう、ちょっと方向転換ちょっとしていこうかなと思って、いいですかね。あとこの辺で終わりなんで、ちょっと少々お待ちくださいね。サーモンのこれ、あの見せたら夜中お腹すくかなと思って、みんなわざとね。サーモンのタルタルソース焼きって、これ美味しかったね。カラスミ、カラスミ、カラスミ、何これ、カラスミ、鈴木のカラスミ、これ何の、大根、食べるの、これ一緒に、あ、大根手作り、大根にね、カラスミ挟んでもらいました。私が作りました。ありがとうね。うん、大根がなんか辛いな。そうよ、うん、大根ちょうどいい、大根で美味しい。血圧がちょっと上がったんですよ。ありがとうね。キツネガラカレーのから揚げ。これ大人気。つくね、鶏つくね。お母ちゃんがね、丸めたやつやな。カニグラタンコロッケ。今日もね、いいお天気。何みたいじゃん。マンコの一口シリッシュみたいじゃん。ちょっとレンコン持ってきて。こっちから。そこにちょっとポーズ取ってみて。何の？レンコン持って。こっち。レンコン持ってきて。レンコン。どこやの？レンコンです。あ、すごい照明がいい、明かりが。本当、うん、あの女優の、ライト、ライト、ライト。上から撮るね。細く見える。3分の1。いいよ。紹介して。岩国レンコンです。岩国名物の。あのね、岩国レンコンはね、9つね、穴があるんですよ。ちょっともう腕が。紹介して。誰からもらった？千秋さん。ありがとう。千秋さん、良いお年を。良いお年を。だってあ、もう今年もう混んでたね。気納めってたね。見納めじゃない、気納めみたいな。愛納め、愛。また来年ね、年が明けてゆっくり来てください。はい、ありがとうございます。美味しくていただきます。起きて帰るでしょ、今日。それは、そういうことなし。はい、ありがとうございました。はい、はじめまして、こんにちは、大谷です。今日はですね、お魚屋さんおすすめの海鮮茶碗蒸しを試食してみようと思います。私は牡蠣入りチョイス、牡蠣。私は瀬戸内海産マダイ。ちょっとね、お値段忘れてるね。これできんの？あ、すごい。あ、匂い、これ牡蠣の匂いか。ちょっといただいてみましょう。はい。1、2、3、はい。いただきやす。ちょっと閉めてみるよ。それは牡蠣。うん、牡蠣。ちょっと牡蠣、牡蠣探してみるけどね。あ、ほら。かまぼこと、これはたけのこ、たけのこ、エビ、エビ、うん、一緒にそれ。いただきます。うん、いいよ。
お出汁だわね。お上品な料亭の味。あ、おかしい。え、おいしいけどな。おいしいよね。おいしい。なんか匂いが感じある。ね、ちょっとさ、ちょっとそう。ちょっとごめん。ちょっとその汁すすぎた。違うんだ。こっちも濃い。かけていいですか？うん。お上品な。おいしい。お値段もよろしい。欲しくなるじゃん。うん、そしたら多分一緒に買ったいなって。
っていうお客さんもいるかも。うん、お客さんがね。そうやからね。あ、欲しいなと思うからね。カレーの匂いしない？するね。あ、こっちや。カレーにした方が。でもね、視聴者様からね、どんけんってわけやん。お魚屋さんの方に、お惣菜の種類も多いですねって書いてあったよね。うん、書いてた。ごめん、名前がね、ちょっと忘れちゃったね。一箇所でっていうか、ここに来たら何でも揃うなって感じじゃない？ハグもあるし、甘いものもあるし、ご飯もあるし、刺身もあるし、おかずもあるし、便利じゃない？一回で済むから。足りないものは隣のセブンで。ビールとかね。なんかお汁粉飲むと。また。ああ、曲がるん。ゆりげだよ。ゆりげ。はい、ね、ごちそうさまでした。はい、今週もお疲れ様でした。私は美味しいと思いました。いかがでしたか、チャラムシ。美味しかった、温まったし。お腹いっぱいになったし。私はありだと思いましたけど、どうかな、それぞれの感想が。お腹いっぱい。あれでお値段ってちょっと高めやけど、私はそうですね、まあお寿司買ったらあれ欲しいなって思います。丸ごと入ってるもんね、うん、魚、牡蠣、ホタテ、アナゴ、ハモ、でチョイスがやっぱり高級魚だよね、そうね、なっちゃうよね、なっちゃうよね。皆さんにもお楽しみください。はい、はい、ではまた来週お目にかかりましょう。来週もお疲れ様でした。はい、今週もお疲れ様でした。はい、じゃあね、皆さんありがとうございました。あ、じゃあ。なんで忘れてくる。まさかと思うけど。やっちゃえ、やっちゃら。なんかでもおがちゃん、なんか主婦みたいじゃん、ちゃんとやるんだよな、これ。え、ちゃんと意外とやるだよ、私。あの、きんぴらするよね、うん、でもね、3年ぶりにね、家のお掃除したんよ、入居以来。すごいすごい、すごかった。なんかね、ナウシカの樹海みたいやった。樹海よかった、綺麗になって。樹海じゃない、深海だ。あの、腐った海って書いて深海。もうそれ以上言わないで。はい、また来週ね。また来週いつ来るの？